どうもー、どうもジェニーです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、ちょっとまあ、久しぶりってことでマジでこれ。ちょっとね、久しぶりに、馬券やってやろうかなってことで、まあ今日はね、桜花賞、4月9日ってことで、何が、何なんだよこれ、相変わらず癖なとか言ってるやつマジで。どういう IT システムやねん、みたいなこれ。もうかな、マジ言っていいこれ。昨日ちょっとね、まあ、まあ軽く出張がてら、まあ馬乗ってきたんだけど、マジで言っていい。馬乗って、その後、お風呂入ってませんってことで、まあちょっとね、相当多分ね、尿だと思う。ただね、俺は自分の尿は分からないマジで。歯も磨かないマジで。そんなものはね、休日磨くわけないだろってマジで。どなたにもね、言っていいこれマジで。どなたにも迷惑かかってませんっていう、いうことで、まあ今日はね、ちょっとお菓子を、まあ、先に言っていいか、もう、先に言っていいかマジ、銀行、うん。もうガッチガチみたいな。臭くないだからこれ。インターネットは、ちょっとこれ気のせいだからマジで。インターネットを超えて伝わる、まあ、匂いってこと多分ね、気のせいみたいな。そう、ええ、結婚するのってしてよだから。させてくれよって、相手がいねえんだけどマジで。TSL で、福島9レース3連符 249.3 倍と、阪神9レース3連符17倍いただきました。おめでとうってことでね。おー、マジ。もうなぁ、ちょっと福島とかマジローカル開催ほんとね、もうインサイダーのね、ルツボだからマジで。いけるぞっていう、これ何か、あれ匂うっていう、気のせいだと思うみたいなね。そう、いうことで、やってやろうか、マジで。今日ちょっとね、中山は、まあ、イマイチングってことで、まあ、福島、阪神行ったらいいんじゃないかみたいな、なんだよ、これ初見です、ハゲたまれてこれ、初対面でな、これちょっと言葉が優るぞってマジで、これね、そう、何か。なんなんだ、詐欺、いいか、もう詐欺言ってる君たち、マジで。もうすでにこれ、敵中してなんか、ありがとうって言ってる人がいるんだけど、マジで。今週から、勝とうか、マジで。まあ、先に言ってよ、だから、桜花賞？うん。まあ、ガチンコっていうことで、1.1 倍に1000万ぶち込むの。1000万がね、ないんだけど、1000万あったら、まあ、馬買うわ、マジで。相当馬買うっていう、そう、野垣萩松のトットコ、なんだよ、トットコムの。かわいいじゃねえか、ちょっとこれ。ちょっとかわいいじゃねえかっていう、そう、いうことで。まあ、やってやろうか、ほんとに。もうな、余裕かなっていう。桜花賞は、取れるんだわ、マジで。問題は、むしろね、中山のちょっとメインも、まあ、軽く見たんだけど、まあ、あんまし、まあ、人気サイドなんで、断層バリバリ入ってて人気サイド。これはね、パス。むしろ福島っていうね、米沢特別か。うるさいよ、静かに喋る。自分でボリューム調節すればいいだろうか、これ。自分でボリュームをマジで。だまあ、ここのね、福島の、もうな、SP を出ちゃってるんだ、まあ、中和なフラグ。何が、しんちゃん、お口にチャック、お口チャックマンみたいな、なんか、どっかの、なんか、芸人さんが言ってたやつですかみたいな、これね、負け。だから、負け戦と言ってる君の人生負け戦、マジで。これ、やる前にな、負けるとか言ってどこにいるんだよ、マジで、これ。お菓子を待つのまで、まあ、出ないんですけどね。まあ、将来、もちろんね、そこ、まあ、クラシック、まあ、出すよね、みたいな。絶対俺そのステージ行ってやるから、ただその前に、まず免許を取ろう、まず。まず免許を取ろうっていうね。なんでスマロバってこれ。もうちょっと、略し方やめてもらえませんかってこれ。略し方ちょっと考えようみんな。プロレスみたいな。なんでプロレスみたいなことって。どんなやねんってマジ初見臭くて激そうな。どんな声だよってこれ。まだ姿を見てませんねっていう。いうことで、やってやろうかマジで。もうここは、もう完璧に、あ、カメラ！ちょっとカメラ壊れてるこれ。ちょっとカメラ。おー、ちょっと、どうも、クルーズさん。地方競馬で馬主をやってます。ジェルニーです。どうぞよろしくお願いします。ってことで、このコミュニティでね、今年デビューする馬の場面もつけてもらいました。ただね、ちょっと、カメラが今壊れてしまった、これ。ちょっと馬主やってます。カメラ壊れてしまった。今日はね、まあ、ちょっとうちの馬は走ってないんで、桜花賞をね、まあ、自分で作った予想理論でやってる。カメラが壊れた、これ。ちょっと、どうしたらいいのか、ちょっとこれ。カメラがね、まあ、リアルの馬主です。はい、どうぞよろしくってことでね、これ。カメラがね、壊れちまったってことで、まあ、来年もね、また、ちょっと馬買ってね、ぜひね、皆さん名前つけてもらいたいと思いますね。どうぞよろしくってことでね、あ、映ったってことで、よし、あ、おい、ちょっとマジよ。なんなんだよ、これ。ちょっと、カメラが映らないんだけど、マジで。ちょっと待ってよ。今、誰がゴキバイなんって、これ。ちょっと待ってよ、これ、カメラが映らないんだよ、これ。馬券よりカメラが、そろそろね、だからちょっと、うちの馬たちが、
まあ、特にシュプレムとか、もう復活目の前みたいな、まあ、したらくまた戻っていっちゃったんだけど、まあ、金銭的に余裕が出てきたらね、うん、まあ、今年もすでにマイナス700万に行きそうなんだけど、マジで。去年の通年のマイナスもう行きそうなんだけど、みたいな。そうそうそう。ちょっと、カメラー、これ。おーい、ちょっとカメラー。ちょっと一回これ抜く。おー、抜いて、ちょっとこう、ぐじゅぐじゅってやって、で、今度もう一回刺すけど、なんなんだよ、これ。よいしょ。なにこれ、来い、おー、来ねえじゃねえかよ、これ。カメラ、あっ、ちょっと、ゆっくり、あー、もう止まってる、これ。おい、ちょっと、くそ、マジで、お前、ちょっと、もうこれ、固定したまま触らないと無理じゃん、これ。ちょっと待ってよ、今やるこれ。おー、あ、うつ、で、どうも、皆さん、ジェリーでどうぞよろしくお願いします。で、今日やっていくよ、みたいな感じで、これ、放送コード、どこ、誰が放送禁止やねん、これ。誰が放送禁止やねん、これ、そう、おー、何や、遊んでるわけじゃないんだよ。今日は、いいか、まあ、とりあえず、まあ、阪神先に言うんだけど、まあ、阪神メインレース、おー、桜花賞、もうこれ先言っとくわ。うん。ガッチガチ、おー、俺ちょっとこれ、リロードができないんだよ、これ。ちょっと、何臭い、気のせいってこれ、阪神の、もうこれ、ね、先に言ってガチガチ、断層2枚入ったから、マジで。おう、一等断層2枚入ってるんで、これ、うん。まあ、3着争い、おう。まあ、ここひっくり返るかどうかわかんないけど、まあ、もう14、15、おめでとう、マジで。おう、これ OK みたいな、おう、しんちゃんのあそことどっちが硬い。お前バカか、俺の無駄に、いいか、これ、もうほんとね、基本的に放尿しかしてないんで、その、硬さに関しては、とりあえず、日常生活不要です、みたいなね、そう。できればそういったところを、なんか、活かす場面、ください、みたいなね、そう。君は一体何個の臓器を、できたのかを手に入れたのかねって、まあ、だから手に入れる金がないから借りてるんだろうかって、これ。なんか、もうな、何回もこれ、ちょっと本当言わさない。ブルゾンチームに言うと、稼ぐんじゃない。借りるの。そういうことだから、マジで。そう、な。黙れ、何これ、調子に乗んなって、配信ぐらいで調子に乗させてやらせてくれよ、みたいな、そう、いうことで、ここ、マジで、何が、マジで、ボリュームをね、これ、つまみ、これ、ひねったらいいんだろうかっていう、これ、そう、14、15? うん。ごめんでも、これね、価値格です、マジで。おー、松野さんの、ゴムは XS、なんで、XS って、なんか見て、大きさとか、ね、まあ、硬さわかんない、その辺に、まあ、多分人並みです。ただ、造形美には自信がありますっていう、マジで。おー、造形に何がまた100、いや、まあ、そこはね、金額じゃないかなと思って、マジで。うん、金額じゃないって、14、15、全、なんで君らはな、人の全財産を奪っていこうとするんだよって、マジで、これ。そう、だ、14、15? おー、この生まれんは、まあ、保険ワイドで、まあ、それで十分かな、みたいな。まあ、若干今日ちょっと雨降ってんだっけ?おー、天気出てないけど、何がどうせっていうのは君のその口癖。そのだから、君の人生をダメにしてる、マジで。おー、もうとりあえず目線をまず上に上げようっていうね。そう。おー、これ14、15。うん。これで、もう断層2枚入ってるから、まあ、あとはなー、まあ、紐だな、紐。うん。もう紐割れみたいな。おう。まあ、そう、銀行だと思ってる、マジで。おう。だ14、15。おう、これかなっていう、こんにちは。で、こんにちはってことだよね。そう。おう。ただ、ポイントはだよ。おう。今日のむしろね、俺たちのメインレースね、こっちは福島。バカ、マジでね、中和なフラグ入りましたみたいな。おう。これも、この時点で、3連複万馬券ほぼ確定。うん。3連複万馬券ほぼ確定。だから、もうこれは、まあ、だからね、本当に銀行レースはね、勝ちダメなんだよ、本当は。おう、何か、誰が詐欺ソフトやんだから。誰が詐欺ソフトやねんって、これ、マジで。そう。おう、いうことで、どっから来るか。で、断層が上の方に入ってるんだわ、これ。おう、だからもう基本、この2頭はね、もう、ね、紐にしときたい。うん、あわよくばもう4番は、買わないっていうね。おう、それぐらいでいいと思う、マジで。うん。あとは、まあね、バーキューと。もうこれ、言ってしまうね、3、6、15、12の中からこれ出るんだわ、セレンタイムが。おう、その中穴とか本命のやつ、全然当たってるんですけど、マジで。な、じゃあ、これ証明してやる、マジで。こう見とけよ、マジで、これ。クソやろ、マジで。スマイル詐欺サイト。よっしゃ、マジで。誰が詐欺サイトやねんって、これ。なんか。いや、だから、なんか、いいか、この、オッズ理論においては、いいか、ここで、一番出てこれが変化するかもしれない。今ね、15時5分オッズね。おう、で、まあ、10分になったから、これちょっと更新ってボタン押すと、これ、まあ、9分か。まあ、9分でもいいわ。おう、変わっていくわけだから。おう、その、最終オッズ、あ、バカ、エヴァ級と相当これちょっとフラグ入ってる、これ。おう、相当買い上がり入ってる、これ。おう、まあ、ほぼ格やな、これ。ほぼ格。うん。
マジで。え、何が、何が、誰、ゲーじゃねえから、マジで。お、俺真剣になって、だ、ちょっと今の段階で、ちょっとな、どこから行くかって。まず4番を問答無用で切り去る。おう、マジで。あ、でもな、ちょっと紐だけ押さえとかな。いや、でも、もうここは飛ばしてなんぼやろ、みたいな。おう、そうそうそう、ハゲ、なんでハゲ上がりってこれ。誰がハゲ上がりなんて、まあ俺なんだけどね。そうそう、おう。で、W 入ってるし、これちょっと多分、おう。あー、どっから行こうかな、マジで。まあ、エヴァー級とこれ、え、午後に差しに、午後ね、ちょっとお休みさせてるもん、さすが連投続きだったから、ちょっとかわいそうってことで、休ませてる。うん、そうそうそう。エヴァー級とから行きたいんだけど、ちょっと下の方もなぁ、まあ、ガチで拾いたいよなっていう、そうそうそう、もう5分待とうか、うん。この辺だよ、た、まあ、この辺ちょっとね、ブルーボサノバおぉ、とか、おぉ、ありだと思う、マジで、そうそうそう。あと、どれだろう。どっから行こうか。ちょっとね、まあ、この辺とかも、あー、やっぱブルーボサの場は上にこれ入れとこう。うん。P 入ってるから。マジで。フラグ入ってるから。うん。そっから、あー、この階段層入っちゃったから、これ階段層も来た、これ。スマイルは出てません。これ中央競馬なんで。そうそうそう。このね、階段層も入ってる。これね、ちょっと、不正はね、やってません、これ。不正、お菓子か。もうお菓子ね、もうガッチガチだから、まあ、余った金というか、まあ、端数で買えばそれでもいいかな、みたいなレベル？そうそうそう。この辺とかなぁ。これもちょっと、要注意。おぉ。ここも入りそう。で、ここの2頭を入れるかどうかだよね。おぉ、ここ2頭。なんでや、P 松の指紋なの？なんで放送禁止用が入っとんねん、みたいな、これ。おぉ。ここ。おぉ。だこの2頭まではいらないかな。でも中穴フラグ入ってるからね、マジで。おお、ここと、まあ、そうだな、2番、11番を2頭目に置いてみたいな感じ。あともう1頭なんかここから行くんだったら、まあこいつか、名村ミラクル。おお、そうそう、え、穴より勝つ馬券。いや、これはね、でもね、簡単に言うと、もう、あの、硬い馬券ばっかり買ってると、必ず、そのなんだっけ、向上率に収束するんですよ。75% だけ、約。おう、そこに収束するんで、ほんとは荒れる方で、この期待値上に飛ばすしかないみたいな。うん。スマイルスパイラル登録されたのに、クローバーまだ登録されても。あ、そうなんだ。同時、いや、先生が違うから、同時ではないかもしれない。うん。スパイラルどっちの方だっけ？スパイラル。スパイラルは、スパイラルは、どっちだっけ？おう。どっちだっけ？硬いんじゃない。勝つ。どういうことやったから、うん、まあ、どっちでもいいんだけど、そうそうそう。だエヴァーキューとちょっとね、ま、一回ちょっとセットしようか。こっちの方が大事、むしろ。おう。夫を見ながらと、こっちで行こうか。うん。福島メインね、そうそうそう。根本的松の馬券ベタだから何かって。じゃあ、それはね、認める。それは認める。馬券ベタなのは認める。ただね、馬券ベタを補うまでの予想理論。そして最近分かったのは、その、課題のばっかり買ってると死ぬよっていうのを、そういうのを覚えたから、マジで。そうそう、福島。もう、これが無、だ、言ってるだろ、これ、まあ、だから、中穴フラグこれ立ってんだからこれマジで。おぉ、行かなきゃみたいな。そうそうそう。で、ここで、フォメ、うん、フォメのエヴァーキュートから、2番、3番置いとこうか、まずは。3番置いといて、で、ブルーボサノバ。この11番ちょっとね、穴っぽい。おぉ、フラグ立ってのっていう。おぉ、覚えるの。まあ、それはね、ちょっと、まあ、学習能力ちょっとね、まあ、低いっていうのはあるかもしれないけど、そうそうそう。で、こっから、4番飛ばそう、マジで。え、福島、チタンの島、マジで。いや、こういう荒れるレースこそ買っとけって話なんだけど、儲けんだけどね、これ。そうそうそう。で、まあ、一応上から行っとこうか。4、まあ、ほんと、4買う必要はないと思うんだけどね、15、12、変えるかもしれないけど、15、12っていう。おう、そっから、9、11、18、9、11入ってる。1、8、削るけど、中山の北さんどうなってる？休み明けだから中山ね、硬いと思う。人気サイドだと思う。ちょいあれもないと思う。まあ、硬い、人気サイド。うん、そうそう。バスタブのソフト、電脳症に。だからなんかどんなやねんっていう。パスタはね、無限に食えるマジで。もう、無限に食えるよねっていう。そうそうそう。8入ってる。うん。この辺だよなぁ。ここがね、微妙。5、13。おぉ、断層入っちゃってるから、これマジで。おぉ、これ何点がいい？わ、19点。これ無理。これ超無理。おぉ。だから、
もうに一番人気を削るみたいな。もう、当然のことね。うん。あとどうだろう。ああ、むずいな、これ、マジで。どう行くよ、みたいな。いや、締め切りまだかな、まだだか。あ、でもちょっととりあえずね、最終オッズが来た。最終オッズ。はい、14分。おう。はいはい、エヴァイキュートで決まりと。おう。ちょっとな、金が、あーでもちょっとかなり変わってきたな、これ。おう、フォーメ変わってきた、マジで。おう。だったら、ちょっとね、最近ちょっとまだ、お金が、ちょっとまだないので、ね、3連覆上がって、ちょっと待って、ワイドで行こう、ワイドで。おう、もうこれで、まあ要は、フォメったのが当たるかどうかっていう、おう、それだから、そうそうそう、まあ、ほぼね、ほぼ一緒みたいな。うん。で、これで、2番、3どうしよう、ちょっと迷うわっていう、何が、うわ、金がないんだよだから、わとか言うなっていう。ブルーボサの場どうしよう。おう。でもね、この辺も行きたいんだよな。これも穴行こうか。おう。あえて穴行こう。これ、これ上の方買ってる場合じゃないっていう。そうそうそう。8番、これちょ、8行くか、これちょっと待ってよ。3.9999。おう。8、11。おう。いや、でもこれもね、ちょっと行っときたいんだよな、これ。あー。いや、でもこれ人気サイト飛ばしてなんぼだよな、これ、マジで。おー、これ人気サイト飛ばしてなんぼだよ。これどっち行こう。この断層からもね、出そうな気がするんだよ、マジで。いや、ちょっと、いや、その人気サイト買っても意味ない。せっかく中穴出てんだから、マジで。そうそうそう。だから、ちょっと待ってよ。待てよ、ちょっと待てよ。単、これ単売れ出てんだ、なんでなんだろう、これ。単売れ出てるな。でも人気サイト買っても意味ねえからな、これマジで。ちょっと待ってよ。ちょっと考えさせてくれ。おう。穴を拾いたい。おう。穴を拾いたいんだよ、マジで。迷ったらね、人気サイトだったら買わないっていう。どっちかな？どっちかなっていう、これ。おう。どっちかなんだよ。5か13。5か13。マジで。いや、全部買うわけねえだろって、だから。全部買ったら負けるだろっていう。おう。イースト3。どっちだろう、マジで。どっちだろう。この辺、くせえんだけどな、マジで。超匂うんだけど。おう。P 入ってるこの辺を買っといて、いや、10、17を買っといて、おー、あ、でも、これね、サナバーね、これ、消しに来たい。13難関出身？マジで？おー、13買っとこう。よし、13買っとこう。よし。おー、難関出身とこに、聞かれました。13買っとな！ワイドでもこれ、何が、どうせという急の人生が本当ね、残念なのが、もう本当かわいそうにならないっていう、マジで。上を向けて上を。13。いいね。その難関出身とかで多分人気を下げてるって、その、部署買うべきみたいな。買うべしみたいな。11部下なの子。あ、消しますってことでね。はい、消しますってことでね。あ、ちょっと待ってよ。消しますってことでね。11は、部下なの子とは消しますってことでね。おあ、代わりに、ね、5番を入れます。ありがとうございますってことでね。そうそうそう。ね、ありがとうございますってね、これ。おそうで、そう、早く行ってよって、それ、マジで。うん。よしよしよし。で、OK。100円と、行かせと。よし。よし。これで行こう。おい！ちょっと待っ！ふざけんな、ちょっとこれ今。あと、か、マジでこれ。そう、今、あと一歩じゃん、これ。はぁ、これ誰だ、マジでお前、ちょっと振った。おい、ちょっと、お前、買わせろよ、マジで。なんなんで、もうちょっと、邪念が多すぎるんだ、マジで。バカ、マジ。相当、早く言えよ、これいらないよって、藤田な。もうなんなんだよ、これ。買えよって、いや、買ってるんだけど、ああ、もう当たる。相当当たる、マジで、これ。もう、マジ、どけ、バカやろ、マジ、これ当たったらマジ暴れるぞ、これ、本当に。当たったらもう相当暴れる、マジで。もう、これ、もうね、もうな、ほぼな、もうこれ決まってんだよ、マジで。うん。もうこれ、どれだ？おう。もうな、先に言ってやれば、この中から必ず勝ち馬出ます。はい。まあ、勝ち馬とか、もう連。おう、マイクの音上げてるよ、上げてねえよって、これ。マイク普通だよ、これ。そのままだよっていう、そう。おう。マジで。3、6、15、12。この中から、まあ、勝ち馬っていうか、まあ、これ軸馬、まあ、これ選ぶのが当然なんだけど、まあ、こっから言ったらもうエヴァンキュートなんだけど、
あれ何が必ず、そう、もう、見て、な、そう、見てたらわかるか、マジでこれ。何がマイクのうちの下がったんだよ、マジで。もう、ふざけんな、マジでこれ。ちょっと今ね、テレビつけるというか、パソコンで。うん。もう、切れる、ほんと。これだけのために今日生きてきたのに、マジで。なんで、何が、どうせ買わない、そんなことありえねえから、マジで。あ、もう、ちょ、テレビやってる、マジで。なんなんだよ、これ。福島だから、何、ラジニケ1か。ふざくんだよ、これ。何が、これ、詐欺って何、詐欺じゃねえからって、マジで。何回も出すなって、これ。おこれな、もう、これだから、マジで。お先行争いです。まだ横に広がっていますが。どれ ?4 番のヒルノデンハーグです。まず、横を見ながら。ちょっと待ってよ。6、6、6、6、7、6。おマジで。もう、これ、ほんと腹立つ、マジで。4番手は3頭並んで、なんだよ、これ。ブラウングレッド、内は3番、7番手。間に9番の、コスモーラローマの体勢、その後は2馬身、2馬身半と空いています。6、6、6。カーブしていきました。先頭を取った4番のヒルノデンハーグ、リードは1馬身、2番手10番カラパラビーチ、3番手は3番ナムラミラクル、4番手12番締め切りだ、毎回じゃ余裕で入ってるからマジで。今回なんか、ずっと、なんか、グズグズしてたらもうあっという間にいってしまったみたいな。ここは3頭1段、6番エバーキューと2番のタガノベリテ。6番、6番、どこエバーキュー。あ、いたいたいた。完璧じゃん、これ。ここは2頭並んで、完璧じゃん、これエバーキューと。外は15番のベイジー。ほらー。この辺りが中段のやや後ろ。二馬身差の追走。外は第一番で、内は一番の名勝馬、ハニトーが並走。さらに二馬身切れました。完璧な位置と、ほら、見てみろ、曲がってってるわ、これ、マジで。13番、ロマンホープ、これが後方の二頭で、三コーナー。あ、ち、消えるんだけど、これ。番のカラカラほらとてつもない手応え、これ。4番のヒルノデンハーグ、バランス崩す感じで。お前、ふざけんなよ、これ。完璧じゃねえか、俺の予想。さあ、この三頭が広がって、直線コース。何なんだよ、これ。なあ、言ったろ、これ。完璧、完璧すぐる、これ。おう。お天才だ、俺、マジで。天才すぐる。おう。ほら、圧勝なんだけど、マジで。圧勝なんだけど、マジで。エバーキュート、2着12番、ショートストーリー。お前ら5番も入っとるわ、これマジで。ほら。当たってんじゃねえか、マジでこれ。ほら。2番、ショートストーリー。3着争い2頭並んで、5番、イーストオブザス。もうやめ、なんだよ、これマジで。言ったろうだから、完璧だ、完璧すぎた、マジで。おう。完璧。おう。ピン入ってるもん、これ、完璧だろ、これ。断層から断層、完璧だろ、これ、マジで。おう。ふざけんなよ、これ、マジで。もう、ちょっと、切れる、これ。まあ、このサイトが、ほんとで、天才って、お前、二度とな、詐欺とか使わない、バカ野郎、マジで。俺、もう、相当腹立つ、これ、もうな、このサイトが、凄すぐる、マジで。おう。凄すぐることが、もう、証明されてしまった。おう。マジで、もう、あ、ちょっと待って、これ、もうマジこれ、何か、勝って、いいか、勝ってないんじゃないんだよ。お前らが邪魔したんだろ、バカ野郎、マジで。これ、ほんとマジ切れるわ。だ、俺、被害者なんですけど、これ。おい、な、見てみろ、ほら。はい、三連服万馬券。おう、はい、三連服万馬券。おう、言った通りじゃねえか、マジで。おう、全部な、決まってんだよ、だから、こうやって。おう、だ、嘘を打つとか言ってるやつは、これ、俺の勝ち、完璧、俺の勝ち。おう、大勝利だ、これ。しかも、全頭断層ない。おう、マジで。何が、なんで買わないって邪魔したからだったから、俺が。俺は、さ、買おうかなと思ったら、おい、富士山7個買う、どうとかこうとかって、そう、どうでいいでもいいんですけど、マジで。おう、余裕、だ、余裕だってやる、マジで。だ、ちなみに、中山は、これ買わない方がいい。おう、もう先言ったよ。これ買う人ね、養分落ちてあります、マジで。おう、これ、人気サイド。な、人気サイドで、かつ、まあ、断層がバシバシ入ってるから、まあ、言うと、13が抜ける可能性はあるけども、もう、この辺で決まる。おう。これ、だ、6、9、7、5、13でこれ生まれも決まっちゃうから、もうこれ全然儲かんないんだよ、マジで。おう、また間に合うか、間に合うわけねえんだろ。もう、ちょ、もう一回、間に合うわけねえだろ、だから。間に合うわけねえだろ、これ。どんどん、しびけられてるわ、これ。完璧だったな。おう、もうな、だから、今日の買うべきレースはもうこれしかないから、もうはっきり言って。うん。だ、これも買えなかった。もう俺、まあそういう意味では俺の負けだよ、マジで。もう、君らに妨害行為を受けて、負けた俺の負けです。はい、それは認めます。ただ、もう、この、君らのような、この最低の手段を使って俺の儲け金額を取るのは、本当にいかがなものかと思います、マジで。うん。
もうこれ完璧だった、ほんとね。もうよ、まあ、ほんとね、ドンピシャッ、もうこれこそやんなきゃいけないレースっていうので、まあ、俺の予想が完璧に当たったんで、俺もう、いいんですけどね。いいんですけど、基本的には、何これ。おぉ、これ、かっけ、気圧、何これ。ちょっと言うわけ、これ。おぉ、完璧。なんだよ、これ。どこのおばさんだよ、これ。マジで。どこのおばさんだよ、これ。もう知らんがなって、これ、罰っていう。もう何が、人のせいにすると、だ、じゃあ、俺の予想完璧だったろって、これ。おう、俺の予想。おう、そこをまず認めなさいよ、君だわっていう。おう、これなんだっけ、これ、あれか、治療か。おう、そこをまずね、認めてからだろうがっていう。え、細江純子、なわけねえだろっていう。おう、あ、もうちょっとね、入場始まってる。うん。入場始まってんの、これ、ちょっと入れとくか。おう、ラジコ。そうそう、なんか、勝手にか、一緒じゃねえし。おう、何回も言ってるけど、俺、いいか、三連複万馬券です。軸は、なんだっけ、エコキュート?ちょっともう名前忘れたもん。おう、です。で、もう断層内で決まります。全部当たってんだけど、マジで。おう、全部当たってんの、もう、すべて。おう、すべておいて君たちはもう何も否定できない、俺を。もう、マジで。え、なんだっけ、名前忘れた、マジで。おう、そうそうそう、もういいわ。終わった、そう。そういう意味ではもう終わったらさ、D でもいいんだよ、マジで。おう、もう一回証明してやる、マジで。おう、何が言ってる。言ってるし、マジで。お前、アーカイブ見ろ、アーカイブを。そうそう。ちょっとなんか、クリックできないんだけど、マジで。どうなってんだよ、これ。クリックできない。おー、ちょっと。おー、大箇所見せろ、大箇所。おー、もうこれで、もうマジちょっともうむしゃくしゃしてるか、マジで。おー、これ、残高1円も増えてる。そう、君らのせいで、だ俺が本当はもう今2000円ぐらい儲かって、ちょっと王将今日行こうか、マジでっていう状態だったのに、君らのせいで金が奪われました、マジで。おー。もうこれも本当にあの、多分あの、共謀罪とかで、これ訴えたら多分これ、完全勝訴だと思う、マジで。おー、そうそうそう。今、返し馬。うん。14? おう、15これ一番人気か。おう、まあ、外人で決まるけどね、これ。おう、何が。自分のせい、だ、邪魔すんのじゃ、これ、俺が買おうとしてんのになんか、おい、藤田七子が、なんか、パンツ見えてるぞ、みたいな。そんなこと言うから、だから、それでなんか、どんどんなんか、遅れて遅延が発生するんだろうかっていう、これ。そうそうそう。だ、完璧だな、そこはもう終わったのはいいわ。おう、まずこっち。おう、こっち、まあ、これあんま本当勝っちゃダメなんだけど、まあ、人気サイドよりもさらにも硬い本命が出ております。本命フラグが出ておりますと。うん。だから、まあ、14、15で決まりなんだけど、まあ、決まりなんだけど、どうするよ、これはな、まあ、正攻法何が流されはげてなんだ。流されやすいというところは君ら分かってるんだったら、そういうこうなんか、余分な情報をこう、なんか、スイス入れてくるから、むちゃくちゃになるんだろうかって、これ。残念。いや、これはだからなんか見て、人気サイドってか、ほんとは勝ちだめ、これ。あ、本命か。さらに硬いっていう。おう。だそこは、まあ、宮城、それはあり得る。まあ、宮城2着というか、この逆転ぐらいはあるかもしれないけど、基本は、一等断層で2つ、これもう、ね、単独断層が2本入ってるから、もう、一騎打ちなんですよ。一騎打ちというかもう一強、本当はね、14、15で決まりなんだけど、人気サイドのレースは、まず基本勝っちゃダメなんですよ。これ勝っちゃダメ。マジで。何がむちゃくちゃあげだよって、この人。さっきもな、俺がこうやってちゃんとな、真面目に語ってたのに、君らが、藤田直子のパンツがうぬん、そんなこと言ってるから、買い逃すんだろって、だからそこを言ってんだよ、そこを、マジで。なんで、ここは、そう考えても、もう14、15。おう、まあ、あとも別に何のか何買おうが、買わないか別に構わないけど、ただ、こういうレースを買ってても、儲かりませんよって、他人のせい。見てみろ、まあ、だから、これ、VTR をマジで、VTR を見てからマジ言えよっていう、そう、これは、買わない方がいいですよ。ただ、もう俺、むしゃくしゃしてるから、マジで、これ、ちょっと、なんか2000円を今、強奪になったわけだから、これでも当てなければ、もうちょっと、ね、腹が収まらんぞ、マジで、これ、もう、まあこれ、ちょっと、まあ、証拠写真、お前、定数だ、これ、もう本当に、国葬の、なんか証拠資料として、これ、完璧だったね、本当に、マジで。おう。まさか、ここまで完璧とは思わなかったっていう。おう、そう。V だよ、マジで。もう、で、もう、中山は、もう、G1 でもないし、人気サイトだし、もう、ほんと買う必要がない、マジで。おう。買うだけ無駄、マジで。うん。だからもうこれは、俺、まあ、大箇所ってこと、もうさらに硬い本命っていうのフラグ出てるんで、まあ、やっとこうかなっていう。おう、だからもう本当誰が正義か、ね、誰が正義の味方かっていうのを、もうここで、おう、もう完全に証明、君らが悪で俺がもう正義っていう。おう、まあ、そこは、もうはっきりと証明して、まあ、やってこうかなっていう。そう、おう、いうところだけは、やるよ、マジで。おー、いうこと、今、なんか、もうこれ、輪乗り中、うん、ああいうことでね、ちょっと、この枠は終わりました。次枠は、大箇所。ね、ちょっとお届けしたいと思いますんで、ここでちょっと。まあ、ここちょっと逃げんなよってことで、マジで。おー、ちょっとそこはちゃんとね、俺の大勝利を、まあ、しっかりと発信していきますってことで。はい。次枠は、すぐ、この後、すぐ、よろしく、じゃじゃん。